何者？騒ぐとためにならんぞ。くせ者だ！出会え！出会え！これからだ。こんなとこで。ザコは下がれ。素人です。こんなとこで。ザコは下がれ。こんなとこで。終わりだ。それ。離れるな。一つになって一気に突っ込む。気をつけろ。どこから襲ってくるかわからんぞ。赤木さん、ありがとうございます。赤木さんなら必ず助けに来てくれると信じていました。礼なら後だ。急げ。赤木、おら、果たしてしない。ぶっ飛ばす。すごい。ザコは下がれ。どうしどうした。おとなしくしろい。おい、ザコは下がれ。怪我人を助けて急げ。鬼怒川だ。留守を突かれたか。己鬼怒川、侮れぬやつ。ここは捨てる。他へ移ろう。どうも。また減ったか。ここにお泊まりか。そうゆっくりはできない。嗅ぎつけられるのも時間の問題だ。じゃあここで迎え撃つか。いや、忘れるな、俺たちの真の敵を。
絹川も許せんが、俺たちの敵はあくまでも異国だ。今から英国領事館に切り込む。国際問題になるは必定。英国と幕府の戦争になるだろう。国を挙げて異敵と戦わざるを得なくなるのだ。ひとたび異敵と戦わば、矢が上にも上位の炎は国中に燃え広がるだろう。おお、さすがは赤城さん。英国人も追われている我らが襲ってくるとは夢にも思っていまい。あんたはどうなんだ。俺たちに付き合う覚悟はできてるのか。出陣の前に決命の杯だ。上位がなるかならぬか、起死回生の戦いだな。武者震いがしてきたぞ。なんだあれは。上位だ。上位の襲撃だ。落ち着け。奴らはただの野蛮人だ。大英帝国の力を見せてやるのだ。これからだ。ザコは下がれ。
三年つい。おい。おい。高くな。突撃！講師はどこだ？講師を探せ！皆退避したよ。ああ、僕がいるのはね、生来の性分ってやつさ。ところで、君たちのしていること、英国に対する宣戦布告だよ。分かっているのかい？もちろんだ。おっと、こいつは驚いたね。ろくな船も大砲も持たない侍ボーイが、大英帝国に勝てるとでも。俺たちには大和魂がある。日本には日本の伝統があり、文化がある。誰にも汚されず、永遠に守り抜く。その心映えがある限り、異敵には負けん。どうやら君たちは、西洋のマテリアルな文化とは全く異なる発想を持っているらしい。素晴らしい。実に素晴らしい。君たちは美学に満ち溢れている。君たちのその愚かな美学がどうやらこの僕にも伝染してしまったようだ。さあかかってこい。僕にもジョンブルの魂というものがある。勝負だ。おっと、3対1かい。そいつは君たちの美学に反してるんじゃないかい。おお、君か。こいつは願ってもない相手だ。僕としたことが。君たちのドッケに当てられ、柄にもなく熱くなってしまったよ。そうか、この熱い思いこそが大和魂なんだな。ありがとう。いいものを見せてもらった。まったく、なんということをしてくれたんだ。英国領事館を襲撃するなんて。これでは日本と英国が戦争になってしまうだろう。戦争？大いに結構。正気か！偉人どもの圧力で開国させられるのを座して待つわけにいくか。英国との戦争になれば、嫌が上でも日本中に異敵憎し、上位の炎が燃え上がる。甘い。負ければ秦国のように植民地にされるんだぞ。秦国に獅子はいなかった。日本には俺たちがいる。話にならない。大官殿、話す必要などないのではありませんこと。あたいたちさっきからうずうずしてるんだけど。俺たちの刀も売国殿の血に飢えている。話せばわかるよ。まだまだ来ないようだ。これからだ。長くな。
終わりだ。命は軽く、名は重い。中心ことぶき光る網浜に沈む。まさかこの私が死ぬなんて。まだまだ、こんなんじゃ死なないわよ。さあかかっておいで。花の命が短いなんて誰が言ったのかしら。ついに勝ったぞ。多くの同志の死に報いることができた。流された血は無駄ではなかったのだ。喜ぶのは早い。まだまだ戦いは続く。必ずや大英帝国が攻め寄せてくる。それまでに攘夷の旗を国中に翻し、日本人の心を一つにまとめ、異敵に当たるんだ。赤城、愚か者め、あなたたちのやったことが日本を滅ぼすことになるのがわからないのですか。幕府の名において厳罰に処します。俺はもうダメだ。俺に構うな。逃げろ。逃げるならとっくに逃げています。死ぬも生きるも一緒だ。うん、ならばあんたに託すしかない。俺たちは幕軍に突っ込む。その隙に脱出するんだ。決して振り返らない。約束してくれるな。あんたに出会えてよかった。死に場所を用意してあげているのです。早く出てきなさい。獅子の最後を見せてやる。お前らあの世で会おう。うん、突撃！うわあ！走れ！頼むぞ、攘夷を。ギルマラ、進め！
赤木レッド、愚かなやつ。貴様、まだ生きておったか。貴様もか。まったく、なんというしぶといやつらだ。五大老様、一大事です。英国艦隊が押し寄せてきました。見渡す限り網浜の海は黒船で埋め尽くされております。大艦隊です。ケトウネ、来るなら来てみろ。皆殺しだ。この国は一歩も踏ませぬ。隊長、死んでも悔いはありません。突撃を命じてください。網浜での戦いがさらなる英国の報復を招いた。幕府は崩壊への道をたどり、攘夷の炎は日本国中に燎原の火のごとく広がった。その攘夷運動の先頭に立つこの者を知るや、この男こそまさに般若党党首赤木の意志を継いだ男だったのである。異敵を恐れず果敢に立ち向かったこの男の半生は、後々までも語り継がれ、人々の心を熱くさせた。妙だな。講師はおろか、一っ子一人見当たらん。だが気配は感じる。5人、6人、いや、もっといるな。何者？一体何者だ。赤木さん、大変です。爆軍が押し寄せてきました。鉄砲隊を含めた大軍です。いつの間に。そういうことか、計られたな。赤木、潔く降伏しろ。お前たちは完全に包囲されている。
もうどこにも逃げ場はないぞ。武器を置け。断る。何？俺たちは最後の一人になるまで戦う。この国の武士たる者がこの国を愛し、大和魂を貫き、誠を尽くすとはどういうことか、とくと見るがいい。ことぶき君、黙らせなさい。突撃！やっと静かになりましたね。その後、幕府は崩壊。攘夷志士が恐れた西洋文明は洪水のごとく流れ込んだが、日本人は見事に消化し、未曾有の近代化を成し遂げた。侍は忘れ去られ、攘夷志士は時代遅れの代名詞となった。その彼らを時代のあだ名と呼ぶは優しい。だが、彼らの生き様が時として懐かしく思い起こされるのはなぜであろう。熱き心を失った時代だからであろうか。